everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。3月1日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウ名古屋お送りいたします。王子はですね、先週金曜日に3回目のですねコロナワクチンを打ちましたけども、1回目2回目はね何にもね副反応出なかったんですけど、やっぱり王子も普通の人間でしたね。1日だけちょっと微熱が出てね、体がねしんどかったです。やっぱりね滑り切るのが強いかなと思ったんですけども、コロナ切るのが強かったです。マスクマンでございます。はい、今日はですね会社に持っていくものを忘れまして、そして家に取りに帰りたかったんですけど帰らなかったので、一回仕事が終わってから家に帰ってまたちょっと用事を済まして、なんか往復ばっかりしていた味噌煮込みスキーと、今日ですけどもこちら名古屋雨が午後からですね、うん、降っておりまして、で、まあ、実はですね私傘をですね車の中に入れてるんですけども、その傘を持って会社に行ったんですけど、会社に置いてきてしまったという、あら、あらそんなミスをしてしまったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは卵。今週のテーマは卵です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、沖縄のベニーモ丸焼元部長誠持ち店、アートワークウェブサイト FMJG、ウェブサイト制作、システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャーの花、芋掘りイベントは八重瀬町ウッシャン芋生産組合、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、本日より八重瀬町ウッシャン芋生産組合さんが新しくスポンサーさんに入っていただきました。こちらの提供でお送りいたします。はい、メールご紹介したいと思います。先週のですね、冷蔵庫で、まだたくさん来てましたのでお読みしたいと思います。はい、お願いします。マンタキラジオのみなこさん。あら、みなこさん、お元気ですか？私の実家があったところはよく、台風時は停電をするため、クーラーボックスに1日分の食材を入れて、冷蔵庫はガムテープで固定されていて、あげるなよと、言われたのを思い出します。クーラーボックスの中は飲み物が多かったと思います。ちなみにそうめんチャンプル、ヒラヤーチが多かったです。今住んでるところはめったに停電しませんということでございます。ああ、本当に台風の典型的な、なんていうんですかね、食べ物の、この冷蔵庫の話ですよね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではお読みしますね。はい、はい、フルムン新一さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ冷蔵庫。我が家の冷蔵庫は両開きです。
左右両方から開けることができるので、うん、食卓側からも流し台側からもアプローチできて大変重宝していますということです。うん、ありますね、うん、両開き、うんうん、あの王子のとこも、うん、多分あの両開きですね。あ、やっぱり便利ですか。まああんまり気にしたことないんですけど、はい、うん、まあ大体あの入ってるものは、まあどこのね、あのお宅にも牛乳は入ってますよね。入ってます ね、 ね、はいはい、牛乳入ってますよね、はい、うん、あのよく牛乳飲んでますね。あ、そうなんです。あの今からあの別にあの大きくなろうと思ってるわけじゃないんですけどね、うん、はい、うん、目につくところに牛乳がありますのでね。うん。うん、まあ、両開きのメリットはどうなんですかね。メリットですか。あんまり、本当に王子気にしたことないんですよね。あ、まあ、中のものが取れればいいって、冷えてればいいっていうね。うん。うん、なんていうの？典型的な、王子様でしょ。よくわかんなかったけど。え、でも、そうじゃないですか。世の男性の方、うん、ね、冷蔵庫の中、こう、整理整頓するとかっていうのは奥様がやられてね。うん、おつまみ取るぐらいとか、うん、そんな感じじゃないんですか、ね。まあ、必要最小限ですね。王子もそのパターンでございます。なるほど。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、泉佐野の特急サザンさんからです。はい、ありがとうございます。冷蔵庫の扉をきちんと閉めずに旅行に行ってしまい、中に入っていた食料品がダメになったことがあります。うん、今では扉をきちんと閉まっているか、扉を触って確認してから旅行などに出かけているようにしています。あ、まあそういう時ね、王子ね、結構ね、車がそういう感じがあるんですよね。素晴らしい高級車ならね、軽くタッチしただけで閉まると思うんですけど、うん、もう古い車だとね、バシャンって閉めないと、もう閉まらないことがあって、うん、朝ね、車まで行くとですね、ルームランプがついてるっていう。ああ、うん、そういうパターンと一緒でね、うん、こう、ヒッと閉まってない。今の冷蔵庫って、なんていうの、お知らせがあるんじゃないですかね、閉まってないと。ああ、なりますよ。なんかブザーが鳴りますね。うん、ね、だからそれが、うん、でもね、お出かけしちゃったら、せっかくのブザーも。あ、そうか、ブザーが鳴る前に。ね、いないんだから。ああ、そう、ずっと鳴りっぱなしで。ね、うん、あ、そういうことですね。はい、ありがとうございます。では行きますね。はい。キウイ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。今週のテーマ、ごめんなさい、選手ですね。冷蔵庫。あれ？ラジオネームが書いてない。あら？書いてないけれども、おそらく、はい。イカリーさんですかね。はい。はい。ありがとうございます。初めてしまうときに、当然、家電製品を購入するわけですが、はい、一番に優先して購入する家電は冷蔵庫ではないでしょうか。食に関することですからね。生活する上で最優先の必需品だと思います。皆さんはどう思いますかって。まあそうですよね。冷蔵庫はね。やっぱり冷蔵庫いりますね。うん、はい、大事です、うんうん。冷蔵庫大事ですね、やっぱり、ね。うん、まあ、テレビより優先しますね。うん、ね、本当ですね。まだね、こうやって寒く時でね、冬だったらね、うん、外にね、出しといて、なんとか、ね、保存できないかなと思いますけど、まあ、夏とかだともう大変ですよね。うんうん、でも今、うち、あれですよ、野菜全部今、外にあります。うん、でもね、それでね、逆にその方が、うん、なんでしょう、長持ちしますね。でよく冷えるとはありますよね、うん。なんか日持ちするというか。うん、まあでも沖縄の皆さんにはちょっとね。そうですよね。考えづらいかもしれないですけど。そう、今ね、はい、ちょうどいいんです。まあこれからはちょっとね、そういうわけにいかないですけど。2月は全然外で大丈夫でしたね。ああ、そうだね、うん。寒いもんね。ね。今年は特にね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。続いてですね。はい。ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。風が強くて、散歩が本当疲れてしまうアレックスです。あら、あら、あら、あら。うちには家の中にある冷蔵庫の他に、外にも大きな冷蔵庫があり、人が10人くらい入れて、高さが2メートルくらいの大型冷蔵庫。あれ、夏になると涼しいから何回も中に入るから、電気量がすごい高いし、壊れた時の修理代も高いですね。でも多分役に立ってると思うんですけど。ということでございます。そうですね。やっぱりこうお仕事で使われるとね、はい、やっぱりその業務用っていうんですかね、うん、大きいのが必要になりますもんね。そうですね。うん、まあ人間が入ってそこで進んじゃうってことですね。プレハブの冷蔵庫がありますよね。ああ、はいはいはい。
あれなんか怖いですからね。縛っちゃったら。そうだよね。はい、ね、中に涼みに行って出れなくなっちゃったらね。いや、怖いな。一応ね、内側からもね、開けれるものはあるんですよ。うん。そうじゃないとね、大変なことになっちゃいますね。いや、私、冷凍庫で あるんですよ。その内側から押すボタンが凍りついて、うん、開かなかったんですよ。あら、それは大変。ちょっと怖かったです。怖いですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてです。まだありますか？冷蔵庫のテーマで。ありました、ありました。じゃあ、よろしくお願いします。はい。はいはい、あら。これなかなか情報が早いですね。うん、王子みそさん、ダンサーさん、こんばんは。3回目のワクチン接種反応から復活したあんこ、略してあんつばです。あ、そうなんですか。今ね、ちょっと言うんで、王子のことかなと思っちゃったんですけど、はい、あんつばさんのことだったんですね。あんつばさんもじゃあ、早いですね。早いですね。去年9月に10年ぶりぐらいに大型台風が直撃したんですが、最近近くの数時間以上前に停電してしまったんです。たまたま保冷剤を大量に持っていたので冷蔵庫に移しましたが、島中でたくさんの木が倒れ断線してしまい、電気がつくまで2日かかり、冷蔵庫に入っていた肉は痛みかけていましたが、なんとか食べました。食べたんですね。大丈夫だったの、うん、ちょっと腐りかけが美味しいっていう。熟成されてるんだ。王子は痛みかけの食べ物とか食べたことありますか、うん、ありますよ。いうかね、もうね、見た目がですね、もう明らかにね、ちょっとこれ、やばいなと思ったら控えますけど、まあ、少々のことなら大体大丈夫ですね。うん、もしかして火を通せば大丈夫というような感じですか？そうですね。まあ大体いいんですけど、ね、はい、でも肉とかあんまり王子火通さないんですよね。火は、いや、ちょっと火は通しましょうよ。結構レアで食べる方ですので、はい、まあ多分何食べてもわからないっていうのがある。いやだな。多分そういうパターンかもしれないですね。あ、ギネスさんが外の方が冷蔵庫に冷たいってことなのかなっていうことで、そうなんですよね。うん、野菜室よりは寒かったですね、先週なんかは。はいはい、そうなんです。今日は暖かいんですよね。で、またね、ちょっと野菜室より暖かくなっちゃったな。はい。はい。はい。まだ大丈夫ですね。はい。続いてですね、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは。シュープリームです。ありがとうございます。冷蔵庫のドアポケットには、平成から令和へと、時を超えて眠っている納豆のタレやからし、魚の形をした、ポリ容器に入った醤油などが大量に眠っていませんか？これってうちだけの話かな？あ、王子、魚の形をした醤油容器の名前はご存知ですか？え？あれ、名前あるんだ。名前、うん、名前は、チュッチュッチュッっていうあれじゃないですか。チュッチュッチュッなんかこうね、あれ。確かにそういう風に出てきますね。ね、お弁当のね、時に、うん、こうチュッチュッお寿司とかね。そうそう、チュッチュッって書けるじゃないですか。うん、答えは、ランチャーム。は？何？ん？ランチャーム。ランチャームっていう名前なの？うん、ランチャームなんですって。そうなの？お写真もありますけどね。ユニチャームなら聞いたことある。すごいところに行きますね。なんで企業名？すごい、そんな名前なんだ。ね、まあ、王子大体こうね、まあ、お話の中で、こう、醤油こう、チュッチュッってやるのがあるでしょ、みたいな。まあまあ、そういう感じで言いますよね。大体それで、通じるかなと思ってます。確かに。通じますよね。はい。そういう名前なんだ、知らなかった。そうですね、本当に。はい、ですね。はい。あ、まだこれがありますね。冷蔵庫がございますね。はい、銭形警部からです。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私の部屋近くに置いてある冷蔵庫の中身は、調味料で言うと、醤油、チューブタイプのわさびや醤油が、ケチャップに、高冷グースを常に保存しています。冷蔵庫の一番下にある冷凍室は昼間の刺身、魚売りの鮮度を保つため、いっぱい氷を入れた袋と夜間の飲食店周りでは刺身を販売するために蓄冷剤を冷凍室に常時入れています。あとは青森や買いたてのワインを飲むためにスーパーで購入したプチサイズの氷の入った袋を冷凍室に入れています。ということでございます。これは
これ、銭形キューブ、あれ、これ、本当にお家なの？これ、あの、お店の話じゃないの？ね、あの、まあ、夜の、ね、お仕事の方の準備とってことですよね、きっと。うん。うん。なんか、この、お家の中がスーパーなのと思っちゃうような感じのお話ですね。ですね。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ、CM を。はい、CM ですね。はい。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市熱田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。ベニーも大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、プリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010、ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、引き続きメールを紹介します。はい、お願いします。今日のテーマの卵で言いますね。はい、はい。ラジオネーム愛媛県産、那覇のしんちゃんさんです。はい、ありがとうございます。そうですね、ラジオネーム変わりましたよね。変わったんですね。はい。愛媛のしんちゃんから。はい。ね。はい。今日のテーマ、卵ですが、ちょっと高いホテルだと、朝食会場のレストランにシェフがいて、オムレツを焼いてくれたりしますよね。焼いてくれるところを見るのが好きです。器用にひっくり返してきれいに仕上げてくれます。真似したいのですが、さすがプロの技、なかなか真似できません。ナイフを入れると中からとろーっと卵が流れてくるくらいの半熟な感じが好きです。皆さんは得意な卵料理はありますか？
得意な得意得意な料理得意得意な好きなじゃないんですねこれ得意なのですね得意は得意うん、まあ、目玉焼きぐらいですか、うん、バリエーションとかもうスクランブルエッグみたいな感じですよねなかなかねあの、うん簡単そうで難しいですもん ね, いろいろねでもそう卵焼きとか意外にね綺麗にできないんですよ私もあのだし巻き卵とかでしょ、ねうんうん、ほうれん草の卵とちぐらいにしときましょうかね得意料理はい、はい、ありがとうございま す, いますはい、続いてですね、R&K のパパさんからですはいありがとうございますありがとうございます、ダンサーズさんみそさん今週の主役今週の主役さんこんばんはなんで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 あの、私、王子とは言われてますけども、卵とはなかなか言われないんですけどね。あの、そうなの読み間違いで、あの、滑り卵と言われたことは何度もありますけども。それ言われた、言われてる。あ、そうなのそれは間違いじゃないの卵料理はほとんど好きですが、はい、どうしても一つだけ苦手なものがあります。はい、それはピータン。はい、あの、独特の、うん、臭い匂いといい、うん、味といい、あまりのインパクトがありすぎて、ダメですね、それ以外は、うん、卵さんのトークも何でも免疫はできておりますあら？これなんかお間違いになられてますよねあの卵さんは、うん誰、うん、まあ時間がないんだね、うん、しょうがないね、卵を使った料理ハズレはないし美味しいですよね、うん皆さんのエピソードあの楽しみにしていますではなんかんピータンって出てくるシチュエーションってあんまりないなと思ってちょっと今ふと考えていました。うんまあ、そうだよね。なかなか出てこないですね。見たことはありますけど、ね。まあ見たことは。中華料理屋さんって見たことありますかなっていうぐらいだけど、それも結構限定されますよね。うんうんうん、ちょっと高級、うん、ちょっと高級なところですかね。でね、最後に。では、たまごさん、今週も滑り期待しております。ほら。ね、まあ、王子はですね、はい、滑らないよ。何も言ってないよ。もう、ザ・リこの、まあね、滑ると言ったらですね、うん、あの、ゆで卵をさ、あの、こう、仕上がってできた時に、こう、殻を剥くじゃないですか。うん、そうしたらね、こう、つるっとして、あの、こう、なんかこう、滑りがいいような、ね、うん、こう、なんていうのあの、うん、よく、こう、なんていうの殻を剥いたらさ、うんうん、ちょっと剥きやすいってこと剥きやすいっていうか、こう、あの、なんていうの卵をよく、うんうんあるじゃないですか。中身。この白身のところがね、つるっとしてて、こうふわふわで、こう、なんか、よくわからない。なんか、そんな感じ。ツイキャスいいですか？ツイキャスいいですか？カープボーイさんから。はい、皆さんこんばんは。今週は金曜日の、ん？金曜日の傘配信ああ、金曜日の傘配信か。はい。出るのかなして、で、まあ、卵って言ったら、バンドエイジしか思い浮かばないって、なるほどね。正解。バンドエイジじゃん。バンドさん、あの、6個食べるんだっけね。ねえ、なんかいっぱい食べるんですよね。はい、生卵でしたっけゆで卵じゃなかったでしたっけ、うん、ゆで卵、はい。はい。じゃあ、よろしいですか、はい、はい。品場もろともさんです。ありがとうございます。お三方さん、こんばんは。こんばんは。自分は卵はとにかく好きで好きで仕方ないので、外食したとき、卵を追加できる系のお店だと必ず追加します。一般的には、ココイチなどのカレー屋さん、吉野家さんなどの牛丼屋さんですけれども、中尾というチェーン店がありまして、うん、そこには親子丼があるので、親子丼のに生卵を追加して、つゆだくならぬ玉だく状態を作って食べます。中尾さんは卵にこだわっていらっしゃるみたいなので、とっても美味しいですよ、ということです。うん、すごい、卵だらけになっちゃう。あの、やっぱりね、あの、卵美味しいのってね、うん、あの、餌がいいらしいですね。ああ、でも餌で味変わりますよ、うん、やっぱり。うんね、なんていうのかな、うん、あの、まあ、通常、のこう餌を与えてて、うん、もうワンランク、ツーランク上の、まあ、お互いね、餌を与えるとね、うん、この黄身の部分もぷくっとして、色も変わるって言ってましたんで。あ、そうそう、ね、ちょっと黄身の盛り上がり方とかも違うんですよ。うんうん、こう、まあ、エネルギーの、あれですね、あの、大阪は違うってことなんですね、多分ね。うんねギネスさんからメールが来てるんですけれど、はい、写真で、ある一部のラジオリスナーに有名な大分駅の金の卵っていう写真が来てるんですけど、はい、いいですね
金の卵。ある一部のラジオリスナーに有名な大分県の金の卵。ということは、あの番組ですかね。はい、ああ、まあ、OBS。あの番組です。あのラジオ番組ですね。OBS ですね。あの、はい、ギリギリ路線の攻めるあのラジオ番組ですね。はい。はい。あの、エロ番組ですね。エロ番組かな。エロ番組ね、うん。はい。そう。で、今写真が来てるんですけどね。はい。うん。はい。あら、もうそうですか。はい。ありがとうございます。はい。はい。続いてですね。はい。はい、お願いします。はい。はい。タイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。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 ナタデココが止まらないアレックスです。ナタデココ あら、お好きなんですね。はい。うちの近くのスーパーは、土曜日の4時後、日曜日の午前、水曜日の4時後から、卵が安くなるんです。この日は、絶対に買いに行きます、うん。やっぱり体には栄養たっぷりの卵ですよね。絶対に人や物には投げないでください。ね、もしかしたら、あの、アレックスあれじゃないの、うん、あの、ソフトバンクが負けすぎちゃうと、卵投げちゃう。いや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 。アランド K のパパさんが、卵さんは餌がいいんですかね、今週はトークが軽快な気がしますって。え、そうでもないよ。そうですか。沖縄ニュアンチュールさんが、卵と言ったら、ケンナウコの、生卵ギャグを連想しちゃうって。ああ、あれで、生卵ギャグ。もう上手、うん。なんかそれ、あ、でも昔思い出しましたね。はい。あ、台湾さときちさんがお久しぶりです。ということで。お久しぶりです。お久しぶりでございます。はい。はい。はい。じゃあ、続いてですね、はい、シュープリムさんからです、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。昭和のキッズだった自分は、卵といえば、カリメロを真っ先に思い浮かべますね。カリメロ世代です。カリメロね、殻かぶってるもんね。あとは、うん、箱根大樽谷の黒卵。1個食べると、あ、大涌谷じゃない、大涌谷、ね、ごめんなさい、大涌谷ですね、ですね、うん、1個食べると、うん、7年寿命が伸びるらしいのですが、うん、今までに10個以上食べていたので、うん、140から150歳ぐらいまで生きてしまうと思いますなんか怖いです、はい、いい感じですね。私は3個食べたかな。はい、ということで、はい、ということで、はい、エンディングです。エンディングです。来週のテーマはクイズ。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、沖縄の紅芋丸焼き本部町誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康幸フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またおまけのコーナーも聞いてくださいね。はい、てーん。ガラガラー。